はい。ダイワピアラブです。コロナで潰れたお店の跡地が次々とドラッグストアになっているということをニュースでやっていました。コロナで潰れているのは 家賃が高い都心部のお店が多いそうです。その家賃が高い都心部のお店に出店できる業種は非常に限られているそうです。ドラッグストアの場合は 薬の利益率が非常に高く、家賃が高い都心部のところでも十分やっていけるそうです。そのため、ドラッグストアが次々と出店を加速しているようです。 ドラッグストアはドリンクやお菓子、食料品なども非常に安く売られていますが、なぜあれができるかというと、薬の利益率が非常に高く、その利益があるから、ドリンクとかお菓子などを 非常に安く販売できるそうです。ええー、まあ、ドラッグストアがね、まあ、どん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 、都心部にね、できているというこのニュースを見てもね、いかに製薬業界、ええー、医療業界、ビッグファーマーがね、 強いかっていうことを表していると思います。ご視聴いただきありがとうございました。